ナサニエル・グリーンはアメリカ海軍の原子力潜水艦、ジェームズ・マディソン級原子力潜水艦の10番艦。艦名は大陸軍の将軍であったナサニエル・グリーンにちなむ。グリーン将軍にちなんで命名された艦としては、疑似戦争に参戦したフリゲート以来3隻目。ナサニエル・グリーンは1962年5月21日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1964年5月12日に、ニアンダー・ダブルーウェイド夫人によって、命名、浸水し、1964年12月19日に、ブルーハンカ長ロバート・イー・クリスピン中佐及び、ゴールドハンカ長ウィリアム・エムコサブーン中佐の指揮下、収益する。ナサニエル・グリーンは1964年12月30日に、 ゴールドファンが乗り組み、成長のためポーツマスを出港した。1965年2月1日にブルーハンと交代、成長巡航の後ポーツマスで信頼性試験が行われ、その後ミサイルを搭載し、最初の戦略抑止紹介に出港する。1986年3月13日、ナサニエルグリーンは、 アイリッシュ会で座礁し、ラダーとバラストタンクを大きく損傷した。5月に予備役となり、12月15日に退役、1987年1月31日に除籍された。ナサニエル・グリーンの座礁は、アメリカの弾道ミサイル原子力潜水艦が起こした初の重大事故であった。しかし、本艦の退役によりアメリカ合衆国は、 第二次戦略兵器制限交渉の制限を容易に達成できることとなった。ナサニエルグリーンは1998年9月1日にワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに基づき解体が開始され、2000年10月20日に作業は完了した。ナサニエルグリーンのセール部分は復元され、現在フロリダ州ポートカナベラルで 自由のための41隻41法フリーダムの記念として展示されている。ポートカナベラルに展示されるナサニエルグリーンのセール部分。ありがとうございます。